コロナの混乱に乗じて火事場泥棒をやってるってこと言わせてください。どんだけって話なんです。主婦としまして今一番もう関心事っていいますかコロナなんですね。あの日々命が脅かされてる現在、本当に1年前から何も政策が進んでいない、検査拡大も進んでいない、なんで国は国民の命を救ってくれないのか、これが今一番私が思うところであります。ご質問いただいた方ありがとうございます。このコロナ大変なことになっちゃってんね、これどうして国もっと本気出さないのっていうことだと思います。申し訳ないです、本気出してないです。本気出してないから今のような状況になっちゃうってことです。本気になった国は今コロナに対してどういう状況にあるかってことですね。このように5万人規模で競技場でコンサートが行われるような状況、ノーマスク、ノーソーシャルディスタンス、もう通常に戻ってるんです。どうしてこれが可能になるかって、国が徹底してるからです。違いは何ですかってことですけど、日本はワクチンが来たらなんとかなるっていうような対策をずっと取り続けたってことです。検査の回数増やしたりとか、そこに対して保護や隔離という部分に対して、例えば医療従事者、潜在看護師70万人いるところの、人をどうやって募っていくか、例えばですけど100万円のボーナス出します、給料も倍出しますみたいな募集をかければ、少なくとも集まってくれる人もいるはずですよね。緊急事態という状況になったときに一体その間何やってるのかって言ったら時間稼ぎなんですよね。数がもっと増えないように時間を稼がしてもらってる。その間にやらなきゃいけないことは何かって言ったら当然医療供給体制ですよ。それを拡大しなきゃいけないってことですよ。でもそれができていないってことです。つまりは何かって言ったら1年無駄にしたってことです。むちゃくちゃですよこんなの、むちゃくちゃで、こういった先ほど見ていただいたような国々、日本と同じです、島国ですから、水際しっかり止められる、プチ鎖国ですよ、鎖国やっていいんですよ。日本はザル、どんどん入ってくる、いろんな強い変異種いっぱい入ってくる、ロックダウンします、数が減ります、で解除します、そしたらもう次の変異種が待ってる、さらに拡大、いつまでも終わらない。でこれコロナってよくコロナは風邪だみたいなこと言う人いますけど、間違ってますよ。だって風邪でこんな状況を見たことある？コロナは風邪でインドで焼却場が間に合わず公園で野焼きしているような状況、風邪でそんなことあったっけ？インフルエンザでもそんなことないよ。徹底的に手洗って距離取ってマスクまでしてってみんな日頃から気をつけてたとしても、年間のインフルエンザ死亡数と変わらないわけでしょ。これみんな元に戻、勝手に戻っていったらどうなるかって言ったらもっと爆発的に広がりますよ。じゃあ何をしなきゃいけないのってことですけど、やっぱり徹底した検査以外ないんですよ。まずはどうしてか、全人口の中でコロナを持っている人ってほんの一握りじゃないですか。この一握りを補足した上でちゃんと保護隔離ができれば、当然それ以外の人たちは徐々に社会生活戻っていきますよ。それもやらなかったらいつまでもくすぶり続ける。検査以外ないんですよ。徹底的に検査する以外方法がないんですよ。例えばですけれども、2020年の11月の CNN の報道ですね。コロナウイルス感染者の多くは症状のない人が感染していると CDC 疾病対策予防センターがそう言ってるよってことなんですけど、新規感染の少なくとも半分は自分が他人に感染していることを知らない可能性が高い人々から持たされていることを意味しますと、CDC によるとウイルスを他人に感染させた人のうち 24% は症状が出ず、さらに 35% は症状が出る前の状態でした。また 41% は症状が出ている時にも他人に感染させてたと言えると。つまりは誰がキャリアかってわからないわけだから、徹底して検査を行った上で誰がキャリアかってことをあぶり出す、補足する、保護する、隔離する、それによって失われる収入は補填する、それだけじゃなくてちゃんとそれに応えてくれる人にはボーナスも出す、そういう形で全人口のうちのたった一握りの人たちをしっかりと補足していくってことで、この国本当はもっと早くにまともになれてたってことですよ。どうしてそれしないの？おかしいでしょ。検査数見てみましょうか、どれぐらいか。例えばですけどイギリス、今年の3月の終わりの状態で1日あたり78万2000件、そして中国、最大検査能力1日あたり2401万件、もう桁外れですね。
で日本の最大検査能力は1日17万5200件、で実績はって言ったら6万5000程度、最大検査能力も少ない上に1日あたりにやってる検査も少ない。東京都最大検査能力は1日あたり 9.7 万件、これは PCR とおそらく抗原検査とかも合わせたような数なんですよね。 9.7 万件で過去最大の実績は 17,836 ですよ。足りてない。どうやって見つけるの？全人口のうちの一握り。逆に言ったら検査を受けさせない方向にずっと行ってて、逆に民間が発達しちゃったみたいな、ありえないですよ。こんな国、先進国でこんな国なかなかないんじゃないですか。そりゃそのはず。日本は1000人あたりの PCR 検査の実施ランキング73位。73位と言われてもよくわからないけれども、世界で比べてみると71位がリビア、72位がボリビア、73位が日本、74位エクアドル、75位がグアテマラ。コーヒーの産地の話違いますよこれ。サッカー強いチームの話じゃないですよこれ。どんだけって話なんです。ありえない。逆に言えばこれは徹底的にやってこれを終わらそうという考えではないってことです。混乱を極めるという形にしていきたい。むちゃくちゃだと思います、私の言ってること。いくら国だってそんな悪徳ないだろう。そんな混乱がより深まるようなことをわざわざやるわけない。だったら何これ。混乱が極まった時には逆に言えばチャンスなんです。ビジネスチャンス。どんなチャンスがあるかって、自分たちがやりたかったことをどんどんやれるんですよ。例えば汚染水流すってこと決めたでしょ。例えばこのバタバタの中で憲法改正に向けてまず一歩踏み出そうとしてるでしょ。今必要ですか。必要ないですよ。今一番必要なのはこのコロナに対して人も金も全て集中させることですよ。不要不急のものに対してどうして前に進めようとするの。おかしな話だらけですよ。何が言いたいかって言ったら、このコロナの混乱に乗じて火事場泥棒をやってるってこと言わせてください。いいですか。今からその根拠話します。デタラメもいいとこですよ。だってすでにある法律で全てできますよ。ステイホームということも命令できるし、逆に言えばこの地域に入るなってことも命令できる。